はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。本日10月16日土曜日、なんですけども、今こちらは西長堀の駅に来てるんですけども、今日はドリーム五大塾主催の、五大友厚様大阪ゆかりの地探索ウォーキングということで、私も初めて参加させていただきました。ドリーム五大塾を主催されてまして、本日もご案内いただきます代表の田口さんです。今日よろしく、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、今日の初めて五大様のこのゆかりの地探索、私もドリーム五大塾に今年から入らせていただいて初めて参加させていただくんですけど、今日はどのあたりを回られるんですか？そうですね、はい、以前ですね、何回かちょっとゆかりの地を探索しましたけれども、はい、新しいバージョンということで、はい、今日は第1回目、第1回目、はいはいはい、やらせてもらいます。はい、で今日はですね、はい、一つはメインとなるのはですね、はい、五代さんが、はい、繁殖をされておったときに、はい、川口文教所、はい、あるいはその大阪の開港、開港、はい、開港地ですね、はい、をメインにですね、はい、わずか2年弱ぐらいの仕事の地であったんですけども、はい、そこを中心にですね、はい、あとは居留地のですね、はい、外国人居留地を、はい、彼がいろいろ開発して運営されたというところもありますので、はい、その辺を中心にですね、はい、回らせていただくというのがメインになっています。はい、そうですか。はい、だいたい5キロ5キロですね。はい、ということで、はい、そうですね。じゃあ今日は今川口さんがお聞きしました川口雲上所、はい、そして大阪港の開港地跡などを中心に回らせていただきまして、ところどころまた動画も撮らせていただいて紹介させていただきたいなと思いますし、今回が大阪ゆかりの地探索第1回ということで、これからもまた1、2ヶ月1回ぐらい、そうですね、はいはい、あとですね、あとは中之島ですね、はい、あたり、はい、それとあと北浜から、はい、現在の大阪商工会議所のあるあたりをですね、はい、3つに分けまして、はい、行きたいと思います。分かりました。はい、じゃあ今日は三浦春馬さんが素晴らしい主演をされました天河の門を通じて、知っていただいた方もたくさんおられると思うんですけども、五代友厚様のゆかりの地探索、今日は1ということで、川口さんに案内していただいて回らせていただきたいなと思いますので、ご案内ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。今日全員揃いましたんで、今日は私を全部入れて14名ということでスタートさせていただきます。行く場所は今日の資料のですね、一面に書いてますけれども、結構いろいろありますので、またおいおいこれは頭に入れてもらったらいいと思います。で今ですね、どこに来るかということをまず確認していただいて、今日は地理の勉強というのが結構主体になりますので、五代さんとかそれ以外のですね、当時の古い碑みたいなものはあるのはあるんですけども、 現物そのものは今ほとんどありませんので、皆さんのですね、想像力で、当時の形をですね、想像していただくというのが大事なことになりますので、ぜひその辺はよろしくお願いします。で一番今日の資料のこの 最後のページにですね、一番下のところが西長堀というのがあります。でここからそろそろ歩いてですね、この、丸と直線のところをですね、たどっていって、最後右の方のちょっと泡だと書いてますけど、これは本町の駅のところですけども、だいたい4.7 キロ、5キロ、現地でうろうろしますので、5キロを超える可能性は十分ありますので、ちょっといろいろと結構遠いですから頑張ってください。途中でしんどかったらですね、リタイアしてもらっても結構なので、最寄りの駅いろいろありますので、そこはもう自由解散、ただ声だけかけていただくということでお願いします。で、あとですね、ちょっとまず最初にですね、今日の行くところのイメージとしましてですね、一番わかりやすいかなと思うのはですね、この開いてもらって、開いていただいてですね、右側にですね、ちょっと絵があります。絵があります。
これは大正13年にですね作成された大阪パノラマ地図 のですねごく一部のところをですね写真でここに貼り付けております。で今日行くところのメインはですねこのちょうど なんかその左の端の方にですねありますちょっと鉛筆の芯みたいな両側に川があってちょっと尖ったような場所がありますね。ここが今日のメインになる場所です。で今現在ですねいるのはこの右下のこの隅っこにですねここに長堀川っていうのがあるんです。この右下ですね。でこれがですねここの道路今は道路になってもう埋め立てております、うんうん。真ん中にあるのは木津川ですから、東の、こっちは大阪城があって大阪城の方から木津川に向かってですね、かなり川といいますか、まあ、堀ですね。これは交通の便をですね良くするために、おそらく当時の商人とかが中心になって、掘った川が多いと思いますけれども結構いっぱいあります。現在はほとんどが埋め立てて何もない。でその代わりですね、当時は川を使ってましたけども今はもう少し行ってもらいますと川に変わって高速道路がいっぱい昔のそういう意味ではあれですね川 の交通の便が今は高速道路あるいは鉄道に変わってるということで、まあ、その辺がちょっと川沿いを行ってもらったら見えると思います。であともう一つはですね、同じところで、このさっき言いましたこの鉛筆の芯みたいなちょっととんがったところがここがですね、ここですね、わかりますか、ここがですね、外人の居留地およびですね川口、運上所大阪港ですね、これがあったところですね。でその右側にちょっと島があります。これが江之子島といって昔は島になっておりましたけどもこれはもう全て地図図にね。で当時はここにですね大阪の府庁が立派な府庁がありました。府庁がありました。でそういう意味ではですね当時はこの辺の川沿いのところと大阪府庁とか中心のものが結構ここに集まってまして、明治、江戸時代ですね江戸時代の頃から明治の、中頃まではですねこの辺がむしろ中心大阪のですね経済、政治の中心になってたということになっています。まあ、そういうことをちょっと頭に入れてですねこれから進めていきたいと思いますので何かご質問今のところでありましたら。それではですね最初に土佐稲荷神社というところに行きます。でここにはですねちょっと行ったところにあるんですけども映画にも出てきましたけども岩崎弥太郎の、も住んでおりました宮廷の木があります。おそらくこの辺は一帯はですねこの長堀川に隣接してかなりの面積で土佐藩の場所があるということです。でその土佐藩の土地を、その後に、岩崎家が張ってで、岩崎家がここに住んでおったということです。で最初若い頃おそらく若い頃五代友厚三浦春馬さんと一緒にね石川貴教さんがうろうろと活躍してた頃は多分ここに住んでたんではないかと思います。でもう一つですねちょっと付け加えておきますと先日ちょっと別のセミナー行って初めて知ったんですけども、まあ、大阪はですね米蔵が多いんです。米蔵がねでどちらかというと米蔵があるのは中之島近辺に各藩のですねあれがもう古い地図に行くとびっしり
各藩の名前がだーっと並んでます。で土佐藩はここにあったんですけども、だいたい川沿いにあります。で川沿いにですね、大きな屋敷に、周りはですね、家の周りは米蔵の蔵がですね、ずっと囲ってある。で中にも当然蔵が、米蔵があります。で一番僕もびっくりしたのは、この川から屋敷の中に船が入るようになっておりまして、で屋敷の中にいわゆる大きな船から荷物を下ろして、で小舟に積み替えて、小舟で屋敷の中に持ち込んで、で蔵に入れると、こういう形式になってました。でその時に、まあ、大きな藩はですね、そこの中に各どういうんですか、地元のいわゆる神社ですねを祀ってあったと。でおそらくここはですね、土佐稲荷神社をですね、そのお屋敷の中に多分祀ってあったと。例えばちょっと古い藩の名前はちょっと僕もあれですけども、例えばこんぴらさんの方のやつでは、屋敷の中にこんぴらさんを祀ってある。で、秋の宮島であればですね、その中に取り込んだ川の中に、屋敷の中にちょうどこうあの鳥居が設けて、で神社があると。各藩はですね、大体そんな形式で作られて、まあ、僕らが考えてた米蔵だけがあるというようなね、雰囲気ではなくて、相当大きな、まあ、御殿みたいな屋敷があって、中に立派な屋敷があったというような風に、聞いてますので、ちょっと僕個人としては非常にちょっとイメージがね変わって、あ、すごいんだなというふうに思います。まあ、そんなことをちょっと頭に置いて、これから土佐稲荷神社とちょっと小さな宮廷跡というのがありますので、そこを見学したいと思います、ね、あと若干の解説はそちらに行ってまたやります。それじゃあちょっと進めたいと思います。行きましょう。でこの土佐稲荷神社ももしかしたら土佐藩邸の中にあったかもしれないですね。多分藩邸の中に。そうですか。もう単に藩の大きさはね、もうとてつもなく広いね、面積、川からずっと、はい、火が立ってます。まあ実際はですね、まあこの辺にあったかどうかはちょっと定かじゃなくて、もうかなり広大な土地を当時持ってたと思いますので、まあ最後はここに集約して多分、ここに建てられたんだと思いますけれども、まあそういう意味ではここに農家というところも、まあ当然ぐらいも、もうほんのここからですね、1キロか2キロも行かないところで、死んでます。おそらく商売のことも含めて、
ここには訪れていたとは思いますけどね、はい。税関ですね、はい、の写真ですね。で、まあ、明治天皇のこれは正直取られたというか、その意味を指してるんですけども、その日があるということですね。で、あの看板にですね、川口運輸所と川口電信局というのがあって、日本最初の電信線であり、大阪電信発祥の地とあるんですけれども、大阪電信発祥の地ではあるんですけれども、日本初ではないですね。あの実際はですね、横浜、東京横浜ですね。が、あの明治2年、ここはあの明治3年のはずですから、ちょっと違うんじゃないかということですね。違うらしいんですけども、あのこちらの方が古いあの建物があったということになっています。で、当時ではですね、ここの教会と大阪の府庁の建物がですね、あの、まあ、非常に有名なあの本があったというふうに言われてますね。で、ここはですね、あのフランス国領事レックの要請に基づき、ま、明治12年に作られたと、完成したということになってまして、ま、あのフランス国領事レックというのは、あのモンブランが電信を、ね、あの設置させてほしいという要請があったときに、彼はもう大阪の駐在してましたんで、まあ、彼を通じて五代の方に話があって、まあ、五代はまあそれを蹴ったというような、まあ、ちょっとあの中に出てくる、名前ですね。で、あります、この前言いましたね、ちょっと鉛筆の、ね、サクトみたいな、それがあのそれを拡大したパンフレットですね、はい。で、ちょっと欲しいんですけども、ここであります。これの後に大阪市立大学になりますので、その卒業生なんですが、実は今日初めてここへ来まして、で、あの、いや、あの今日あのここへ見せてもらえると分かっていたので、それもまあ申し込む動機になったんですが、で、ちょうど今、これができてから141年目でして、で、来年の3月に大阪市立大学は終わります。まあ、大阪府立大学と合併しまして、で、大阪公立大学、まあ、なんと見えない名前に、はい、変わります。
だから今年度が大塚市立大学の最後の年になるんですが、で今の学長荒川という学長なんですが、荒川学長が私の新五代友達でも読んで、とってもこうこれはほっとおけないではないかと、こう開学のその五代友達が高校の日本史教科書でこんなひどいね悪徳商人のように書かれているのはほっておけないというふうに言い始めて、で来月11月の3日ですけれども、五代友厚、勧誘物払い下げ説見直しを求める会、長ったらしい名前なんですが、まあ、教科書に五代友厚に勧誘物が払い下げられたという嘘が事実でないことが書かれておりますので、その見直しを求めて教科書を書き換えてもらおうという組織を11月3日に発足させます。 できれば大塚市立大学が存続する来年3月までにできればケリをつけたいと思っているんですが、一つは教科書会社に対して、もう一つは文部科学省に対して、いずれにしてもこの現行教科書は間違っているので、こう直してもらいたい、見直してもらいたいという要望を強く進めていきたいというふうに思っています。で今日はここへ来ることができて、五代友厚校がこう呼びかけてお作りになったその証人の講習チャートに来れてとっても喜んでおります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。あとですね、またよく出てくるのがその五代のですね、性愛所、性恋所、でここに写真つけてますけどね、これはいつかな、明治21年ですね、明治21年にですね、市に移管されて、これは先ほどの市政の特例のなんとかっていう説明しましたけど、市がちゃんとできましたので、私立という形になって、でこの写真のですね立派な学校が当時青蓮所の後にできた。あそこはそういう意味では先ほど言いましたように市役所の立派な建物もありましたし、でこの商業学校のこの校舎もこういう感じだし、ですぐ今度後にこの隣にですね商工商法会議所ですね、今の商工会議所のですね、がそこにも立派な建物ができて、その前に五代さんの銅像が立派なやつがありました。でそのただしその銅像はですね、戦時中に、あれはな金属なんとか全部供出制ということで、武器の一部になってしまった。で今ある商工会議所のところにあるのはですね、作り直して改めて五代さんの像ができているということですね。だからそういう意味では五代さんの青蓮所の跡っていうのはですね結構いい場所、だから次の次回の第2回にはねそこに行くんですけれども、ちょうどあそこはですねまさにこの前に川があるんですけども、あの川はですね堂島区側から中に入って、でその突き当たりのところっていうのは今でいう大阪駅のちょっとどっちか西側に前の郵便局がありましたね。あの近辺のところにですねつながる川になってますね。でその川沿いに青蓮所があった。でなぜかというとあそこは鉄道ができて駅ができました。大阪駅が今よりちょっと離れたところにね、でそこから多分荷物を下ろしていわゆるその川を使って物も運べたと。今は上は高速道路になっておりますけど、川は一部ちゃんと潰さずに一応は残ってます、そういうところでですねなかなかいい場所に五代さんの会社というんですか、あったということですね。
以上で、はい、あの今日のコースはですね、すべて完了しました。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、どうも。今度次回第2回をご期待ください。お待ちしてます。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから。